ECB ・ヨーロッパ中央銀行は12日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、量的緩和策の拡大や中小企業の資金繰り支援策を実施すると発表しました。ECB は現在、月額200億ユーロ、およそ2兆3000億円のペースで資産を買い入れていますが、 社債を中心に年末までに1200億ユーロ分を追加で買い入れますまた中小企業の資金繰り支援のため低金利の資金供給も拡大します一方主要な政策金利である中銀預金金利はマイナス0.5%で据え置きましたただラガルド総裁は利下げについて必要であれば実施すると述べ含みを持たせました